東暦481年に始まった統一戦争はイースタルド全体に戦乱の嵐を巻き起こした。この長く激しい戦いで人が手にした最大の武器は妖精兵。9年前戦争は終結した。さまざまな矛盾、圧力、対立を残しながらも、後のように大戦とも呼ばれた統一戦争はとりあえずケリがついた。俺たち妖精兵は行き場を失った。私は災いの子と呼ばれた。関わる人はみんな不幸になる。違法妖精の取締り機関。お前は妖精を使える。存在自体が違法だ。私を捕まえるんですか？もう一つ方法がなくもない。この仕事を続けてればきっとまた会うことになる。敵としてですか？妖精原体が直接人間に取り付く、ありえんはずだ。戦争はもうとっくに終わったのに。まだ終わってないってことだろ。一人降りてきました。赤い。もう一人は妖精兵です。俺たちドロテアにとってあの女は対象者だ。取り締まりの距離620。キャンキャン泣くのは相変わらずか。忘れられるわけないよ、エル。これは無秩序な戦後に抗う妖精兵たちの物語、フェアリーゴーム。俺に捕まえられるか、政府の手先ってやつになるか、お前が選べ。